好ですね。はじ、い、めまして、山内と申します。早速あの動画撮らせていただきます。はい、ありがとうございます。先日あの今までの家計が問題で、はい、あの向川さんに、はい、電話かけるようになっていらっしゃって、はい、まあ、あの森山さんも応援されてるというか、政党があればいいですね。あの今回あの森山さんに出られる中央区は当然、築地の地元なんで、そうですね、はい、で一番、僕は本当にスポットにしなきゃいけないのは築地なんですね。そうですね、あの結局、築地店問題っていうのは、はい、あの小池知事がね、はい、あの東京知事になられてから、はい、一番大きな話題であったっていうのが一つですよね。それにすごい期待、はい、そうですね。延期したことによって、はい、いろんなことが次々明らかになったっていうことですよね。はい、だから、そういう意味で言うと、この築地店問題っていうのは、はい、一番の問題ではなくて、はい、あの公共事業がね、はい、一体どういうふうに進められてきて、はい、ブラックボックス、ね、そうです、そうです、それの一部がね、はい、どんどん開いていったということで、はい、まあ、ここから先、最後まで全部開け切るというのが一番大事。やらなきゃいけないですね。そうです、なんか変なところで、はい、あの着地点を見つけられて、メロメロされるのが一番嫌です。ダメダメダメ。で、なぜかっていうと、これまでも、はい、公共事業っていうのはね、はい、いろいろ問題指摘されながらも、はい、とにかく強引に進めてしまうというのが、はい、まあ、一般的なんでそれがおかしいんだけども、どうしてもそうだったでしょ、あの一度決まっちゃえばもう、うんうん、そうです、金額はどんなに膨らんでもやっちゃいますね。はい、でそれが、はい、いや場合によっては修正できるんだと、はい、変えられるんだと、はい、本当場合によっては止まることもできるんだっていうことをあのきちっとね、はい、実績として世の中に示すことが非常に大事なんですよ。はい、森山先生ね、はい、大臣の新国立教授の件で、はい、あれも、そう、あの前出たら大変なことになってたんですね。だから、結局、公共事業の根本は、はい、まあ、公に供するですから、はい、みんながね、はい、あの使えるもの、はい、世の中に必要なもの、民間では供給、まあ、人間でサービスしづらいもの、はい、それを公のお金で準備して、はい、サービスする公共サービスが基本ですよね。はい、だから、かつては道路がないところに道路が通ったよかったな、はい、トンネルが通ってよかったな、体育館できてよかった、図書館できてよかったって喜ばれるものだったんですけども、はい、それがいつの間にか箱物だとか、はい、なんだかんだってで批判されるようになって、今なんかそれが大体あの行革だとか、税の無駄遣いの話なんていう、そういうのに使われてますけどね。そうそう、はい、で僕はそういうふうに批判されること自体がおかしいし、はい、それにね建設業界が常に、はい、まあ、悪者扱いっていうものに非常に不満があるわけです。はいはいはい、建設業がそんな悪くないぞと、うん、なんかあれストレートタイプな見方も完全されてますね。だから、はい、ある意味あの今回のこういった一連の事件を通じて、はい、公共事業の見直し、はい、公共事業の修正、はい、こういったことが可能なんだってことになれば、これね、日本中にね、まあ、一つのね、希望がね、はい、まあ、与えることができると思います。で、同じようなモデルで、全国で、はい、例えば公共事業やるにあたって、情報を開示しながら、あの関係する人、皆さんが納得する形でものを進めていけるっていう、そうです。これが理想ですよね、もちろん。同時に、はい、あとね、公共事業の計画そのものが、はい、短期的な視野では失敗すると、はい、なぜかというと計画した時の見込み、はいはい、数年後に変わってきた、はい、じゃあ変わった形に合わせて修正していけばいいのに、はい、この最初の見込みがね、はい、もう変えられるの嫌がるわけですよ。これ変えてもいいとでむしろ変えたり中断した時に担当者の人が、はい、例えば怒られるんじゃなくて、はい、左遷されるんじゃなくて、はい、修正や見直しや批評は評価される、はいはい、そういうふうな形をあの柔軟性があるっていうふうに、はい、作るべきだで現状に合わせてそうですと思っています。あの今は一度決めたことが変えられるかどうかは当事者がなんか責任を追及されたりとか、あと、まあ、権力闘争のネタに使われたりとか、ね、それを見直されてる、うん、そうじゃない、はい、変える、批評する、見直す、これは、はい、いいことだと、はい、これがあの世論の人がね、はい、国民、市民、ね、都民、いろんな人がいいじゃないと、はいはい、それやってくれたんだってこう褒めてもらえるような、はい、仕組みにつながることも、まあ、期待しています。いや本当に今回あの森山さん出られたことっていうのはだいぶ問題提起の意味合いが大きい。そうそうそうです。だから僕は問題提起だけではなく、はい、解決方法を探るためにも、はい、あのそういう機会にね、はい、建築とか公共事業に対する専門家は絶対いなきゃいけないよと、うん、これまでそれが見逃されてきたわけだから、はい、それぞれの議員の先生は、はい、ある種騙されたとも言えるわけだ。まあそうですね、あの結局都議会が、はい、都庁が出している情報を皆さん飲みにしてたから、そうですそうです、そういう人の実情も実は知らなかったんですね。そうです、そうです。だからね、はい、強引に推進とは言われるものの、はい、情報不足、はい、理解不足、はい、それがまあ主な原因なんですよね、はい、であれば
情報を出して、はい、出せばいいと思うんじゃないですか、はい、専門用語のレッジャーは分かんないですから、これをいかに噛み砕いて、みんなに分かるようにするか、はい、なるほどと、これかと、これが分かる、そうそうそう、これ、気になる役割ですよね、そう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 、僕も川崎市議やった時に、はい、やっぱり出された予算書って、あれ、読めないんですよね、そうですよね、それでなんか、はい、あのこれは無駄だと思って、潰したら、なんか違うところで復活したりとかするんで、そうですよ、だからやっぱりね、分かりやすく、はい、伝わるってことが大事。そのためにはやっぱりそれが分かる、はい、それができる、はい、あの議員さんが一人でも必要だっていうのは強く感じますね。おっしゃる通り、はい、で、まあ、まあ実情的な話でいくと、はい、今回ここの中央区で一議席を争う、はい、そこになんか打って出たっていうのはやっぱりなんか強い思いが、はい、そうですね、はい、やはりこの築地市場の問題についてずっと関わり続けてますし、はい、実際豊洲の一番の調査もしてると、はい、こういう立場でいうと私がですね、はい、まあ、一番詳しい一番正確で正しい情報を持っていると、はい、そういうわけですから、はい、これはね、やっぱり僕がやるべきだろうという思いと、はい、あと地元の人から応援されてるってこともあります。やっぱこの、ね、はい、築地の方々が、やっぱりお話を一番聞いて分かってらっしゃる方っていう、はい、で、まあ、今回あの都民ファーストはね、うん、あの、まあ、公募かなんか分かんないですけど、うん、候補者決めて出してますけども、うん、そちらと対決、はい、まあ、うん、そちらもあと自民党も出ますから対決になるんですけど、それについては、それはね、はい、結局今都民ファーストさんっていうのは、はい、必ずしも小池さんのね、うん、まあ、管理下にあるのかなっていうのをもともと疑問としてあるんですよ。と同時に、自民党対都民ファーストみたいな、はい、こう清掃になってるでしょ。マスコミはそれを喜びますね、はい、でこんなことに僕は参加するつもりなくて、はい、僕が申し上げてる通り、公共事業をチェックして、はい、精査して分かりやすく伝えると、はい、伝える先は全ての議会の議員の先生、一般の区民、都民の方、はい、って言ってるわけですから、はい、自民党さんにも都民ファーストさんにも、ね、共産党さんにも、はい、社民さんにもいろんな革新系、あと諸派閥の方々、はい、全員に同じように教えたい。ってことは、はい、あくまでやっぱ無所属、はい、これがね、大事なんです、はいはい、その立場で、やっぱり議会全体にやっぱり影響力を与えていける、はいはいはい、同じ情報発信をする、はい、バイアスのかかっていない、はい、そのためには既存政党に属さないと、それが目標です。はい、要は政党同士の政争の具にされちゃうと、これ本当に埋没しちゃいますからね、はいはいはい、話として。むしろ私が情報配信することを皆さんどうぞお使いください、はい、ご利用くださいと、そういう立場ですね。あ、はい、中国の皆さん、はい、森山さんこの思いでやられてるんで、はい、本当に今回自民か都民ファーストかっていうこういう争点でマスコミが面白おかしくやってるんじゃなくて、本当に大事なことっていうのは公共事業のあり方、この築地のことっていうのは非常に、うん、典型的な例にで、いい先例を森山さんがちょっと作っていけるように、はい、まあ、先陣を切ってやっていただけるように、はい、僕はちょっと期待したいし、有権者の皆さんも、うん、結局政党の名前じゃなくて何をしたい人がどういうことを言って出てるのかっていうのを知ってもらいたいと僕も思います、はい、すいません、なんかお忙しいところ、またよろしくお願いします。選挙中もちょっとまた、はい、お邪魔しますので、よろしくお願いします。はい、では皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。